皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。マインクラフト実況プレイ、今回はブランチマイニング場をちゃんと下まで掘っていこうと思います。そしたら松明をね、追加で作ってここで降りていきます。このままね、落ちてしまうとやばいんだよ、死んじゃうからここの横をちゃんと掘っていきます。さあ、前回までのところね、とりあえずここは砂岩で埋めておいて、穴が開いてるから閉めよう危ないよ。この下ね、全然行けてない。ここから下はマイナス16以下の高さになっていきます。ここが52、あと6ぐらい掘り進めてマイナス58の高さくらいにしていきたいと思います。 OK、 ここがマイナス58の高さ、ここですよ、ここ。そしたら一回ここで棒を作って、棒ではしごを作りたいんだけど、足りないよねちょっと待って、かなり大量に1スタック以上持ってくるべきだったかな。途中までしか上がれないかもしれない。とりあえず設置できるところまで設置していきますか。遠い。そしたらこの辺をね、広げていきましょう。こっちは後々水流エレベーターとして使っていきたいので、地獄から見て右側にね、掘り進めていきたいと思います。この掘り進めていくタイミングで、とりあえずダイヤモンドか鉄が見つかれば最高なんだけど、どうかな。広い洞窟にぶち当たってる可能性もある。まずはここを一直線に掘ってしまって、ある程度掘れたら両サイドも掘っていくっていう形にしようかなと思っております。どこまで掘るかは決めてないけど、まだもうちょっと掘っておきたいね。待って、ちなみにさ、ここって地図で見れる場所かな。見れないけど、なんか広がってってる、もしかして。ちょっとこれ地図見ながらやっていこうかな。地図が広がるんであれば、めちゃめちゃギリギリ付近を私は歩いてってるのかな。あ、鉄、あダイヤモンドやったー、めっちゃ嬉しいでしょ。こんなダブルで欲しいものが並んでるんだよ、みんな。どっちから食べるみたいな感じで、ちょっとだけ掘り進めてから回収しよう。よし、ではこの子たちをね、回収していきましょう。距離的にはこんなもんかな。これくらい掘ってきて、ここに2つあるっていう、どれぐらい回収できるのか。せーの、1。あ、岩盤じゃん。やべ、低く掘りすぎたかな。もうちょっと上の方が良かったとかある？よし、では何個回収か。せーの、4個と3個やった、これで上にあるのが合計6個になったかな。ちょっとだけじゃあ戻って、この戻って両サイドもね、掘っていこうかなと思います。幸運の兆しだね。おー、レッドストーンが出てきた。いいね、嬉しい嬉しい。よし、ここの列は何もなし。ではね、こっち側の向かって右になるのかな、の列をちょっと掘っていきましょう。あ、そうだ、ちょうどこの間に作業台でかまど作って、さっきのね、鉄とかを焼いておきましょう。ここで降りてくるから、この横部分のこの下に作業台置いて、丸石でかまどを作って、このはしごの下にかまどを入れちゃって、鉄3つだけど焼けるもんがないのか。火3本もうこうやってね、ちょこ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 焼いていきましょう。鉄のツルハシにね、グレードアップしていきたいから、鉄が出てきてくれるのが一番いいな。それか鉄がね、一番確か64の高さが出るようになったんだっけ。だからそこでね、ブラマイ状を作ってもいいのかな。お、待って、ダイヤモンドだ。ちょっと待って、嬉しい。今回めっちゃダイヤ増えるんじゃないめっちゃ嬉しいんだけど、ダイヤ装備も夢じゃないよ、早い段階での。いや、ダイヤ装備もそうだけど、ダイヤの剣とかね、早く作りたいな。とりあえず足は確定だから、今回今4個ゲットしてる、その4個でね、足を作りましょう。足、よし、ここまで掘り終わったけど、こんな感じで、うわー、レッドストーンと、うわ、嬉しすぎる、ダイヤモンドで、ここ一番最初の通路にしましょう。それと、1、2で、こうやってね、横に開けて、ここを掘っていくよっていう風に印をつけていきたいと思います。ということで、こんな感じで通路を掘り終えました。まあ、こういう風にね、見ると、どこをね、掘ればいいのか一目瞭然でございまして、楽。ほら、まあ、まだね、全然掘ってはないんだけど。素晴らしい。じゃあさ、ちょっとこれ気になるから、掘っちゃおっか。ね、いきます。
これは一個だけじゃない、奥にもある。ちょっとここの通路先に掘っちゃおうかな。2個目、2個で終わりか。あとその辺にないかな。なさそうだね。斜めとかにもない。ここでゲットできたのは2個だ。ちょっと石のつるはしを作り足して、ね、見てすごい、これが作れるようになりましたってなってる。嬉しい。でもね、石のつるはしを作り足して、ちょっとだけさっきの場所をね掘っていきたいと思います。あー、チェストも必要だな。ではこの先に行きます。ダイヤが出てきてくれた通路だから、めちゃめちゃ幸先良さそうな感じがするけど、どうかな。ん、マグマの音がしてきてる。やだ、あー、マグマてかさ、この高さじゃない方が良かったのかな。ほら、そんな感じするよね、なんかちょっと。ってなると、ここの上もやばいのかな。うわ、怖っ。ちょっとだけ行ってみるか。やばいかな。そういう時のために一段上に上がっておいて、ここを、お、ヒトマスマグマの可能性ないね。ヒトマスマグマではなさそう。ちなみにここの高さいくつ？-54。この54の高さに変えても良さそうな感じがするね。お、こっちにも行けるっぽいぞ。-54の高さであれば、こうやって洞窟のね、ちゃんとした足場にたどり着けるっぽいから、あそこ作り直すか。ちょっと待って、怖い。剣も持ってない今回。でもモンスターはいないかな。金がある、レッドストーンもある。ちょっとだけ奥見に行こう。おお、何も湧いていない、よかった。そしたらここでこの貴重なね鉱石をもらって戻ってこう。金鉱石もこれ初ゲットじゃない。よしよし、初ゲット。いや、地表にねダイヤモンドとか出てたらめっちゃでかかったんだけど、この辺にはもうないかな。ないね。よし、じゃあ戻りましょう。結果何も出てこなかったな、ちょっと残念。そしたらせっかくねここまで掘ったけど、もうちょい上に上がる可能性がなくもないっていう感じで、ここね一旦掘り終えてから全部マグマにぶち当たったりするようであれば、この上にもね階層を増やしていきたいと思います。ということで、鉄が合計5個、そしてダイヤモンドが合計8個になりました。かなりでかいよ。まずはとりあえずブーツを作ります。うわ、作っちゃった。ダイヤモンドで私を覆って、進捗達成。覆ってないんだけどね、一つしか。それとやっぱりね、今回フェーズ台で地図をね作ろうかなと思います。これ私のスポーン地点のところだから、それ以外のところもちゃんと分かるようにしておきたい。鉄と石炭はまた探しに行きましょう。こっち側に行けば私のスポーン地点、そこの穴はこの前見たっけ。見てないかも。見てないところ、待って、迷った。ちょっと待って、一旦ここで地図作りますか。分かんなくなっちゃったけど、松明そこで、ここがもう範囲外なので作ります。はい、では一旦これ地図で大きくしていきます。はい、ここで村が反映されてればいいんだけど。お、あー、されてるされてる、いいね。これとこれがちゃんとつながるっていう形になるわ。複製もしたいから、なるべくレッドストーン鉄もうちょっと必要になるね。ということで、今回はブランチマイニング場を掘っていきました。ダイヤモンドがね運よく見つかってくれたので、それで私のダイヤモンドの足ができたんですけれども、その代わりね鉄とかがまた一気に少なくなってしまったので、それは次回以降探しに行きたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。